浦文左衛門は、紀州小川生まれの上方噺家。本名、渡辺義助。享年72。最初初代桂一幡光門下で、初代、桂南光を名乗る。明治2年に、立川三光門下で、初代、立川幹助の後、明治5年9月に、初代、桂文枝門下で、初代桂文蔵、1881年12月に2代目、桂文枝を経て、1904年に、桂文左衛門を名乗る。同門の2代目、桂文と、初代桂文之助、初代桂文壇治と共に、当時の四天王と呼ばれる。1874年4月3日、師匠の初代文枝が亡くなると、一門の桂文との間で二代目襲名問題が起こり、勝利した文蔵が二代目文枝を名乗り、桂派の総領に就任。文とは、月亭文とを名乗り、三遊派を結成し、競い合った。ちなみに、文との妻は、文蔵の妻の母にあたる。地味な芸風で花を鳴らしながら、面白くなさそうな顔でボソボソ喋るのだが、そこに何とも言えぬおかしみがあり、聴衆を引きつけた。晩年は、弟子の初代桂正文枝に三代目を譲り、同郷の豪商、紀伊国屋文左衛門にあやかって、桂文左衛門とした。1908年9月に引退。法名、桂光院栄誉桃子故事。墓所、大鏡寺。門下には三代目、文枝、文也、二代目梅子、文朝、二左衛門、三代目藤兵衛、二代目文蔵、初代枝雀、二代目一幡光、初代桂段枝、初代桂燕枝、初代桂枝太郎、三代目文蔵、三代目文と、初代三、笑い亭柴岳、桂枝、鶴、文平らを輩出。ありがとうございます。